ヨーゼフ・ヘルメスベルガー一世は、オーストリアのバイオリニスト、指揮者、作曲家。ヘルメスベルガーは、ウィーンに生まれた。父は、音楽家、教育者のゲオルク一世であり、彼は、ウィーン国立音楽大学において父から、バイオリンの指導を受けた。彼の家庭は、音楽一家であり、弟には、ゲオルク二世、息子には、ヨーゼフ二世とフェルディナントがいる。1851年、 ヘルメスベルガーは、ウィーン国立音楽大学のバイオリン科教授に就任、ウィーン楽友協会の演奏会の芸術監督及び、指揮者、そしてウィーン国立音楽大学の学長に就任した。1859年に、これらの役職が分離されると、ヘルメスベルガーは、大学の学長を務め、演奏会の指揮者は、ヨハン・ヘルベックが担当した。1860年、彼は、 宮廷オペラ還元楽団のコンサートマスターに就任し、ウィーンの音楽会では他にも様々な役職をこなした。教授職からは1877年に退いたヘルメスベルガーであったが、学長職には没するまで止まった。彼はウィーンで生涯を終えている。ヘルメスベルガーは1849年にヘルメスベルガー始終相談を設立しており、同団体には後に、 第2バイオリンとして、息子のヨーゼフ2世が加わっている。彼は1887年になると、ヨーゼフ2世に、楽団の統括と、首席奏者の座を譲り渡した。ありがとうございます。